なおちゃん市長への剣箱。皆さんこんにちは。市長のあて高校放送同好会の大沢あこです。中西ひな子です。なおちゃん市長への意見箱の時間がやってまいりました。この動画では市長への意見箱などにいただいた市民の皆さんのご意見ご提言に東修平市長が直接お答えします。市長よろしくお願いします。市長の東です。よろしくお願いします。ではいただいたご意見をご紹介します。必要な書類の発行と役所へ行かなければならなくても、平日仕事の人々は仕事を抜けて出向くことが難しい人もたくさんいると思います。せめて開場時間をあと30分延ばしていただければ市民にとっても利便性が向上するのではと思い意見させていただきます。個人的な意見ですが、保育園に子どもを預けて正社員として勤務し、ただでさえ子どもの病気、産科、懇談などの学校行事で会社に無理をお願いすることが多く、肩身の狭い思いをして働いている人もたくさんいると思います。私もそのうちの一人です。そんな中、市役所に行きたいから少し抜けてよいかという融通を聞かせてもらうのは簡単ではありません。子育てや住みよい町を目指されているのであれば、そういったことからも市民に寄り添っていただくことはできないものでしょうか、とのご意見です。いただいたご意見についてこのようにお答えをしました。現在平日の開庁時間の延長は行っておりませんが、土曜日に住民票の写しおよび印鑑登録証明書の発行を図書館で実施しており、その他の手続きでも休日に窓口を開設しているものがあります。ご要望いただいている平日の開庁時間延長については、休日窓口の実施状況や人件費等の発生といった費用対効果等を踏まえて総合的に判断する中、実施は困難であると考えております。今後もコンビニエンスストアでの証明書発行サービスの導入を検討するなど、より一層の市民サービス向上につながる取り組みを進めてまいります。確かに今市場のあて市の開場時間は5時15分まで、早すぎだと私も思うんですが、今の風潮の中で労働時間が考えられている中で、開庁時間を延長することは市役所で働く人にとってもことを考えると難しいことですよね。同様にマイナンバーがあればコンビニでも住民票の写しが交付できるように早くしてほしいというご意見もいただきました。はい、そちらの意見についてはこのようにお答えをしています。ご提案いただきましたマイナンバーカードを使ったコンビニエンスストアでの住民票等の交付につきましては、本年12月のサービス提供開始に向け取り組んでおります。コンビニエンスストアでの証明書発行サービスが始まるんですか？はい、先ほども言ってくれたようにですね、やっぱり今いろいろな働き方がある中で、市役所8時45分から5時15分でこの時間に来るのは難しいというのはどうしてもあると思うんですね。なので、コンビニ所で、この間の12月から、なので2019年の12月から証明書等発行していただけるように、整備整えました。で、12月号の広報にも、どういうふうな形で、やっていったらいいのかというところも詳しく書かせていただいております。もう最近はですね、市場の鉄心はこういうふうにどんどん、利便性を高めていく。同じくこっちはコンビニ証明の話、証明書の話なんですが、例えば粗大ごみの受付もインターネットでできるようになったり、今度は公共施設の予約もインターネットでできるようにと、どんどんそういう働く人のことも考えた、取り組みは進めさせていただいているというような状況です。確かにそれはもうすごく便利だと思います。でも近くにコンビニがない地域だったり、市役所が近くにないところだと、このコンビニ受付というのは少しまだ便利ではないなと感じる地域の方々もおられると思うんですけど。そうですね、まず開庁時間延長っていうのは実はよくいただくんですけど、やっぱり人件費発生をしてしまっていて、それでやっぱり1件2件となると、じゃあそれで年間数百万円ってかかると、他の施策を諦めて、じゃあ数件に対して人を置くってなると、やっぱりどっちがいいかってなってしまうんですね。で、今我々が進めているのは、これ全国で初めての取り組みでもあるんですが、スマートフォンとか、パソコンから住民票を請求していただけるという制度も、導入しています。これは今市場のあてで唯一、ネットを通じて
特定のアプリとかも入れずにできるという仕組みになっているので、これだと本当に自宅から2、3日待っていただくと郵送で届くというふうになっておりますので、ぜひそれも使ってもらいたいなと思います。確かにそれはものすごく便利なことだと思います。ご意見いただきありがとうございました。視聴ありがとうございました。ありがとうございました。市場のあて高校放送同好会会長岡野睦美です。放送同好会 S 寺下真凛です。市長への意見箱への提出方法は全部で4つあります。インターネットの場合は市のホームページに送信フォームがありますので、そちらにお送りください。また直接意見を持っていく場合は市役所など市内4カ所にお越しください。郵送で送る場合は郵便番号575-8501、大阪府四条の宛市中野本町1番1号、四条の宛市役所総合政策部秘書政策課までお願いします。ファックスで送る場合は 072-879-9701 にお送りください。以上、縄ちゃん市長への意見箱でした。